朝ドラ「べっぴりさんあらすじ予告」第19話「すみれの協力を拒む明美10月24ヶ月放送分危機物語西洋式のおしめの作り方を教えてほしいすみれの願いを明美は一周しました西洋式のおしめを作る記事を手に入れられるわけがないすみれの考えは甘すぎると 明美から再び甘さを指摘され落ち込みながらもすみれは西洋式のおしめのための生地を探しに梅田の闇市に足を運びました闇市であった清と英介はすみれが探している生地の調達を協力すると約束すみれの行動力を褒める清を見て百合の心の中は穏やかではありませんそれから数日経ったある日 得意先を回る旅自宅をする清に百合は尋ねましたなぜ自分を連れて行ってくれないのかと一方スミレは女学校時代の親友良子と再会を果たすのでした